せっかく俺が七色石というあまりフューチャーされなそうなアイテムをさ。ちょ、待って、これ。ダメだ。大力変えとこう。内なる大力はダメだ。鉄の体ならミミックも一撃かもしれんし。一撃って。一撃は頭悪いな。二人来ちゃったよ。どうだ、この鉄の体っぷり。あれ、まだ生きてた。しまった。これはまずい。これは死ぬかもしれん。ダメじゃん、もう。鉄の体弱。今のは俺が悪かったけどさ、ロストしたじゃん、もう。ほら、鉄の体だぞ。鉄の、いや、そんなの効かないからね。言っとくけど。よし、鉄の体。いたかよ。俺は鉄の体だぞ。気づけ、お前。ちょっとゆっくりすぎて気づかれてねえじゃねえか。そんなもん効かねえからな。鉄すぎる。よし。もう溶けてるにもかかわらず、もう藤岡弘みたいなことになってる。かっこいい。あ、回復にしてくればよかった。そういえば鉄の体だったらこの罠とか関係ねえんじゃない？鉄の体。鉄の体ならこんなもの避けるまでもない。よしよし。鉄の体ならこんなもの避けるまでもないだろう。てか聞いてね。鉄の体は金属であるから電気がすごい効くのだ。やめてくれ、マジで。言って、お前。聞いてるぞ、俺に。バカ。バカ。もう、鉄の体やりづらい。お前がアホなだけなんだけど。俺は鉄の体をなんとか有効活用したいわけよ。鉄の体。鉄の体。火球。ちょ、待って。火球。ドーン。お前バレてるぞ。うわ、気持ち悪。気持ち悪。なんじゃそれ。俺は鉄の体だぞ。お前の攻撃なんてなんともないぞ。ほら、やばい。 やった。鉄の体を噛むことができると思ったのか。勝ったー。雷のスピア超強そう。でもなんか投げ技今やろうとしてきてたよな、あいつ。多分怖えー。すごい、あんな気持ち悪い。 あんなミミックデザインしたやつすごいな。かっこいいよ、逆に。超スマートな。ちょっと待って、全然雷のスピアが出てこない。強そう。だけどこの面だと雷耐性あるやつ多いんじゃないのかな。スピアね。なんでわざわざスピアにつけたんだよ。よし、戻ってきたぞ。とりあえず切り替えておくか、スイッチ。この後上に行くよね。よし、スイッチを切り替えよう。あれ、どっちだったっけ。ここ行けない。ほんで、どうしたんだっけ。ああ、そこか。とりあえずあそこに眠ってたやつに転がしておこう。こうして、ガバーン。ガラ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 。ぐしゃーん。まだ死んでないようだな。どこ行った、あいつ。ゴロ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 。ぐしゃーん。かわいそう。早く避難しろ、蛇人間。そこにいて危ない。あー、死ぬー。まだお前は生きている。わずかに左に寄れるだけで。お前、学習しろよ、いい加減。4回目だぞ。ああ、死んだ。じゃあ、ちょっと違うところにも回してみようか。何の被害もないところに回した方が良さそうだな。こっちに回しとけば。
とりあえずなんか事故で棺の祭祀場とかに鉄球石の玉が突っ込んでたりしないよな。あれなんだこれ、えまさか、え何何このスイッチは、このスイッチが押されるとどうなるんだ。踏みたくないんだけど、踏みたい、踏んでみたい。やったー、横か、横だった、危なかった、見えてなかった横が。さよし、あそろそろ動くんじゃないか、そろそろ動くんじゃないかお前。何で警戒が過ぎるな。誰か、うわーちょっとここはちょっと難しいかな。つか隙間ないじゃんここ。一番最後の釜に当たるか当たらないかで決めた方が。あ死ぬねこれ。あでもいけそうな気はするな。ちょなんかやってる間に落ちそう。あー全然いけた。隙間を通ろうとすると死ぬというトラップか。バカ、後ろに行っちゃダメだ。くっそーマジか、あーくっそー死ぬ、このままで死んじゃう。抜けるわけにもいいか。お来てない、くっそやばい、全然できない。あ助かった、逆に降ってくるかも。いやいや、こんなおりゃー、ケツにドン、死ね死ね。よし、雷聞いてよかった、聞かないのかもしれないなと思ってたから。え、あ登れなくなった、最悪。うわーさっきのところじゃん、一番下じゃんこれ。もうあでもまだわからないぞ、まだ違う道があるかもしれないし。静かに眠る竜印の指輪、魔法系かな。なんか指輪すげえあるな。装備者の出す音完全に消す。え何それ、ヌスト的なこと。おなるほどね、これで気づかれにくいってことか多分。こっち降りてないよな。ああこっちだろうがどっちだろうが関係ないかもしれないけど、なんか途中にねアイテムが落ちてるかもしれないから、それは言いつつもなさそうですね。ここにいたんだよな、くさびのデーモン。すげえ音しない、対人戦に強そうだねこれ。え遅っ、なんでこんな遅いの、足遅いんだけど。えこれもしかして聞いてた、さっきのさっきのこれ使え、聞いてたわ、聞いてたんだ、聞いてないんだと思ってた。まあこいつ無視だとりあえず。いやちょっと待って、今ローリングしたんだって。ちょっと登ろう、ちょっと最初のかがり火が来るまでは無視させていただきます。なんで俺死んだんだっけ、あやばい、上にいる。あ、ラッキー。あ、これ攻撃できるんだ、ここにいながらにして。ここ違うよ。あ、またここか。よし。ここで絶対にやられないこと。あ、もういないか。あ、いるじゃん。おい、おい。おい、おい。なんだ、別に雷耐性があるわけじゃないのか。まだいる？なんかシャー、シャーってうるせえな。なんだあいつ？あ、普通の敵か。はい！よし！完璧だ。ちょっと焦ってた、さっきまでは。焦りすぎてた。よしよし。いや、強くない？この武器。雷武器補正がめちゃめちゃ入ってるからな。補正っていうか
能力補正ゼロだけど強い武器か。気に入らねえな、炎論争みたいな。うん、なんか気に入らんな、これ使うのやめよう。なんか俺オリジナルのものではないじゃん。だってこれ鎌は捨て前から無理だとしても、やっぱり蘇生のファルシオンでいこうぜもうファルシオン、ファルシオンはね、能力値が上がってない今だからこそ使える蘇生武器ということで、蘇生武器の方が現状は強いでしょ。だって、まあ、鍛えてないからあれだけど。またそれ系かよ、どんどん細くなるな。おい、なんかいるじゃんか、もう絶対騙されんぞ。え、てかいたのかお前、どこにいたんだ。くっそ、こっからは攻撃できないのか。火球使おうか。よし、バカなやつ。魔法が使えるのお前だと思うなよ、お前だけだと思うなよ。バカバカ、何してんだお前前ボタン押しちゃった、四角ボタン押しちゃった。今だ、バカなやつ。溜め時間もそんなにないぞ。危ないところだったぜ、落とされるところだった。おお、絶対にミスるなよ。いけるっしょ、シュッて最後まで吸っていけば。あぶねえギリギリだ。で矢がある、矢が、矢だ、矢が怖い。で下に落ちちゃうとまずいんでしょこれ、うん、下に落ちるとボッシュートですっていうことね。でさっきのやつがいた場所があって、オッケー、よしよしよし、よし、とりあえずあとはボスに行くだけかな。よし、ボスっぽいよね多分。なんでかがり火がなかったのかちょっと気になるけど。エスト瓶3個しかないのか。頼むぞ、ボスじゃありませんように。さっ、ボスじゃないか。あー、ボスかな。あ、いや、あいつだ、あいつは大丈夫、あいつそんな強くない。でもな、切りくくった後かがり火、え、ちょっと待って、あいつがやってんのか。そういうことか、あいつが石を落としてたのか。でもボスじゃないっぽいね。やった、かがり、すぐかがり火ってことはないと思う。ん、なんだ、バルデルか。バルデルの音するね。ねえ、バルデルだね。強くなってるだろうな。でも油断しないでいこう。でもお前もう慣れた、慣れたけどね。お前のモーションとかだって覚えてるし。だって、ん、他にいる、他にいたらまずいな。お前のモーション覚えてるからパリーもできるしね。全然パリーする必要ないけどな、ここまで来て。よし、なんでこいつこっち来ないんだ。しまった、こいつ回復するからな。よし、問題なく倒した。寂しい。うん、かがり火の方に行きたいんだよね俺。こっちかがり火かな。うん、違うか、なんかあるな。ミミックの可能性あるからな。こんな守っておいてミミックはないか、さすがに。くそ、いやでもそんなダメージじゃないよ。よし、まだ1、2、3、こいつ強靭が全然ないな。あっ、マジか、やばい、くっそ、惑わされてしまった完全に。くっそ、寂しい。とりあえず攻撃すればいいんじゃないか。違うっぽいな、開けないとわからないとかないよね。円宝石の指輪、円宝石か。四角い石ってことだな。炎属性の防御力、うーん、今必要かな。
ていうか今防御力が上がってるおかげで多分バルデルの攻撃力がもしかしたら低かったのかも。そんだけか。なんかな、かがり火あると思ったんだけどな。でもなんか敵があんまり強くなってるというよりもなんか前の敵が出てきたし、ちょっと油断しています。今僕ちょっと油断してます。こっち戻ってきちゃった。油断してるけどチャンスだと思うな、敵にとって。今逆に敵が油断してきてくれないから。いやこんな高いところに、ああ、何が起きたの、は、誰、え、何、どこ、誰、棒じゃなくて、何意味わかんねえし、は、誰、ちょっとこの、これ取ってみよう、どう、え、誰、どこにいんだ、あいつか、え、あ、なんか樽落としてる、やめて、あ、なんか見たことある人が、ちょ、弓がやばい冷静になろう。冷静になれば多分大丈夫。いや、ちゃでもダメージそんなないから。いやでもこれ近くにないな、多分かがり火。別にそんな飛ぶ必要ないか。そんな焦る必要ない。焦る必要ない。冷静に行こう。あっちの方には多分かがり火ないから、かがり火があると思わしき方向に行きたい。ダメだこれ。ちょっと待って。強攻撃使った方がいいな。ガード絶対こいつにガード、こいつ5の線取ってけば絶対に負けることない、それは知ってるから。 OK、 よしよしよし、絶対先制攻撃しなくていい、こいつそれで安定する。おとなしい方向に多分かがり火があると思うんだよね。なんでかがり火ないのこのステージねえ、なんでかがり火ないの、おかしくない、何もないのここ。ちょっとマジか、え、そんなことないでしょ、何もないなんてことはないと思うけどな、この謎の空間。何もないわけないと思うけど、ちょっと矢で殺せとかそういうことなのかもしれない、もしかしたらね。でもそれだったらさっきのとこからでもできんだよな。なんだろう、うーん、なんかボス部屋、多分この上がボスなんだろうなっていうような、戦いのバトルフィールド的な、戦いのバトルフィールドって決戦のバトルフィールド的な、こっから倒せれば一番いいんだけどね。しかも毒だから、効くんなら毒で死んでくれないかしら。もう毒効いてんじゃん、これで待ってれば死ぬんじゃないか。毒矢の有効活用初めてかもしれん。ちょっと属性武器の方が現状強いな。松屋に買ってくるの忘れちゃったせいで。そうだな、じゃあちょっと雷のスピアにしとくか。この中で一番片手で扱いやすい属性武器雷のスピアなんだよな。毒切れちゃうかな、途中で継ぎ足ししないと死んでくんないかもしんない。あんまり前作でも毒使ってなかったからね、毒の、あ、こっちか、あ、違う、こっちから来たんだ、こっち行ってないよな。うわ、いやー、おーやだー、ドシンドシンする、ドシンドシン音がする。え、エレベーター的なもの、一瞬ダメージなくなった、 やめろ。エレベーター的なものではない、死ぬだけだな多分これ。でも何もないわけもないと思うけど、あ、待て待て、気づかなかった、なんでこれ気づかないね、今視点回しててここに達しなかったのか。ところでそろそろ巨人がいそうな気も。どこなんだ巨人がいる場所、歩いていこう。やばいぞ、なんだあれ、
誰なんかでかいやつがいる。お、なんだこいつ、初めて見るな。バルデルの、バルデルの弓兵見た、初めて見たな。だって明らかボス戦だよねこれ。なんでかがり火ないのこのステージ、おかしくない？かがり火はどこなの？絶対にかがり火があるっていうシステムだと思うんだけど、ここだろ。あ、なんか暖かい、暖かい雰囲気が、かがり火の、かがり火の気配を、なんもねえのかい。暖かい雰囲気じゃん。かがり火あるでしょこれ。かがり火ないのが信じられないんだけど。何か今俺見逃してた？かがりこっちかな。巨人がいるっぽいけど、こっち。いやいやいや、いやいや、お、暴れてる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 、疲れろ。よし、疲れた。疲れてる間に、疲れてる間に突くんだ。疲れてる、両手でいいよ、両手で、両手で突こう。よし、相当食らったはず。手が届かんないんだろ、ここの中には。暴れろ暴れろ、また疲れろ疲れろ。物理防御力ある島。よし、疲れろ疲れろ。こいつそこいつそれだけだぞ。さては、バチン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 。よし、終了かな。よし、 OK。さあ、かがり火。さあ、かがり火。さあ。さあ、かがり火。ないよね。なさそうだもんね、こういうところに。ないか。ちょっとこれ危ないんじゃないの？こんなことしたら爆発したりするんじゃないのこれ。あと2発しかなかったじゃん。なんだこれ。弓撃っちゃダメっすかね？それはさすがにあれ？それ聞くかどうかだけね。俺、さすがにこれで殺すつもりはないから、聞くかどうかだ。聞かないですね。聞かないってことは敵じゃないってことか。オブジェってことあれ。じゃあ動かないんだ。なるほどね。動かないなら安心だ。いやでも、かがり火絶対あるでしょ。ボス前、ちょっとかがり火がなさすぎるっていうことは、見つけてないっていうことだっていうことを視聴者に教わってるから。見つかってないだけなんだと思うんだね。かがり火が。かがり火を見つけてないだけだとは思うんだけど。それがどこかって話なんだよな。